皆さんこんにちは、ピピです。いかがお過ごしでしょうか。今回は新しく桜錦の水槽を立ち上げた時の動画になります。それでは早速行ってみましょう。何やらすでに動画は進んでいますが、これは水槽の中に置く水草の植木鉢を作っているところです。というのも、水槽というよりビオトープを目指して作っているもので、涼しげな雰囲気を前面に出したかったので、素焼き鉢というよりクリアなこちらの容器を使うことに今回はしました。かなり音がひどくって、ドライバーも電動ドライバーで結構な重量がするので、手が腱鞘炎になりそうに感じながらも頑張って穴を開けていきました。これで全ての穴が開け終わったので、水槽内に並べてみたいと思います。今回この卵中水槽で植えたいと思っている水草は全部で5つ。その5つの水草を思い浮かべながら配置を決めていきます。後ほど植える水草も紹介していきたいと思います。皆さんも一緒に何が植わるか想像しながらご覧ください。今回植えていく水草はこちらの5種類になります。近くのホームセンターで購入したすべて土着園芸さんの、こちらは徳沢、こちらは睡蓮、白色の花です。アサザ、ロタラハラ、ラージパールクラスになります。それでは早速植え付けをしていきたいと思います。今回植え付けに使用した底砂はこちらの100均で売っていたものになります。こちらの道具で植え付けていきたいと思います。底砂を均等に分けたら、今回はこちらの赤玉土を使って植え込んでいきたいと思います。ここで一つ豆知識。皆さんは睡蓮とハスの違いを知っていますか？睡蓮は葉っぱに切れ込みが入っていて、水量が増えると水中に潜る仕組みになっています。ハスは茎の中にストローのように空洞ができていて、水面が上昇すると水面に合わせて葉っぱも浮くようになっています。ということで出来上がったので水槽に入れていきたいと思います。水槽の準備がある程度整いましたので、ここでフィルターを準備していきたいと思います。今回の卵中水槽にはこちらのフィルターを選びました。ジェクスさんから出ている外掛け式フィルターのスリムフィルター L になります。組み立てから電源を入れるまでとても簡単で、すぐに始動することができました。今回このフィルターを選んだ理由としては、水槽をすっきり見せたかったことと、ろ過容量を大きく取り、1週間に1回の水替えでも
運用できる水槽にしたかったということになります。組み立て終わりましたので早速設置していきたいと思います。取り付けもとても簡単で、水槽の縁にフィルター本体を引っ掛けたら、フィルターの位置を調整して電源コードを給水パイプに沿うように下の方に隠し入れて調整しながら位置を固定し電源を入れます。こちらは今回お迎えした金魚の赤ちゃん、桜錦の赤ちゃんになります。長旅でしたが1匹も亡くなることなく33匹の赤ちゃんが元気に到着してくれました。温度合わせと水合わせを行ってから導入し頑張って育てていきたいと思います。お迎えしてから1日目の様子になります。お腹にまだヨークサックの栄養分があるようなので餌は与えずに様子を見てみました。こちらはお迎えから3日目です。お腹のヨークサックがなくなってきたので餌を与え始めました。こちらは4日目、こちらは5日目の画像になります。10日も経つと体格差が現れて大きくなる子もちらほらと出てきました。お迎えから3週間ほど経つと体色に変化がある子も出てきました。こちらは33日目、随分と大きくなってきて13匹の子が大きく成長してきました。朝晩の寒暖差による水温の変化で風邪をひいた子はすぐに嚥浴をしました。13匹の子たちそれぞれがそれぞれの速さで大きくなっていて水槽が手狭になってきましたので半数の6匹を地元のおばあに送ることにしました。以前から話がしてあったのですぐに受け入れてくれました。送った6匹の子たちもとても元気についたということでほっとしました。半透明な鱗に普通輪が桜の花びらが散るように散りばめられた模様の桜錦の特徴が出ている子たちや普通輪だけの子たち、体色がすでに出てきている子たちや、まだまだ出てきていない青子状態の子もいますが、これからもみんなの成長を見守っていきたいと思います。体色がはっきり出てきた頃に、またこの卵中編の動画を更新したいと思いますので、どうぞ楽しみにご覧ください。いかがだったでしょうか。今回は桜錦水槽立ち上げ編でした。それでは皆さん次回の動画まで素敵な時をお過ごしください。またねー。